懲役となり、最終的におよそ8年間収監されましたが、獄中で書いた手記では冤罪を強く訴えていました。私は私のケースをこのまま葬り去ることはできない。私の仇を晴らさねばならない。弁護告側が示した証人の証言が曖昧だったことが分かりました。今の裁判であれば、伊藤さんを有罪とするには信用性に疑問があることが読み取れたのです。息子の誠さんは調査結果を知り、長期の服役で傷ついた父親の名誉が回復されたと考えています。こんなことをしてなったんじゃないっていう思いがあったので、それを第三者の目で明らかにしてくれたっていうところに大変嬉しい思いがあります。横浜裁判で起訴された事件は331件、調査を終えた10件は書籍にまとめましたが、大半は手つかずのまま。より多くの実態を明らかにしていかなければならないと、戦後75年の今年、戦争を知らない世代の弁護士たちも新たに調査に加わりました。メンバーで最も若い井上晴彦弁護士、33歳です。今生きている私たちが批判的な面、客観的な面を持って BC 級センター裁判というものを検討していく意義っていうのがあるんじゃないかと思っています。担当するのは、収容所で複数のアメリカの捕虜が虐待を受けて死亡したとされた事件です。収容所の所長や担当者が罪に問われ死刑になりました。関連する資料は別の事件に紛れ込んでいるなど散逸しているため、井上さんは国立公文書館などに何度も通い、見つけ出す作業をしています。これまでに集めた資料は合わせて1000ページ以上。地道な検証を進めていくと、事実がねじ曲げられていた可能性も見えてきました。国の調査に対し、一件については虐待で捕虜を死なせたという話は聞いたことがない、真実とは思えないと回答していたのです。事実が曖昧なまま死刑が言い渡されたのではないか。井上さんは横浜裁判の埋もれた記録を明らかにし、戦争の不条理を次の世代に伝えることで、二度と悲しい歴史を繰り返さない社会につなげたいと考えています。若い世代に我々が聞いて、全く戦争というのを知らない今の子供たちとか、今後未来の子供たちに伝えていく使命というのもあるのかなと思ってます。週半ば少し寒さが和らぎますが、来週後半また次の寒気がやってくる可能性があります。それでは今日の予報です。北日本の日本海側は雪ですが、それほど強くは降らないでしょう。北陸から山陰は主に雨になりそうです。3時間ごとの天気、大阪から那覇です。こちらは午後は曇りのところが多くなりそうです。那覇は雨が降ったりやんだりでしょう。札幌から名古屋です。札幌は雪でしょう。新潟は主に雨になりそうです。東京や名古屋は晴れるでしょう。予想最高気温です。昨日よりは高いところが多くなりそうです。新潟県南魚沼市上空からの映像、関越自動車道、見えてきたのが関越自動車道、そして多くの車が立ち往生しているのは上り線です。下り線はすでに、立ち往生解消されたという情報が入っています。一時は1100台ほどが立ち往生していたこの関越道ですが、現在上り92台が午前6時の時点で、立ち往生が取り残されているということです。かなりの雪が周囲に見えます。明日、明後日にかけてさらに雪が増える恐れがあります。今後も大雪に警戒が必要となります。関越道、現在の上り線で立ち往生が続いています。おかより日本全国の放送の方でお伝えしました。東京都前鶴市、今もうっすら雪化粧です。日本が世界に追い込んだようです。比較的穏やかな朝を迎えています。今日は近畿、昼過ぎにかけて曇ったり晴れたりでしょう。夕方以降、北部で再び雨や雪が降りそうです。おはようございます。おはようございます。いや、寒さが少し緩みましたね。そうですね。日中は北部も含めて晴れたり曇ったりで過ごできそうです。ただ北部では夕方以降また雨や雪が降りますので、お気をつけください。ではニュースをお伝えします。はじめは新型コロナウイルスです。新たな感染者は昨日、京都府で過去2番目、兵庫県では過去3番目の多さとなり、関西陸4県では2日連続で600人を超えました。感染者の累計は4万人を超え、感染拡大が続いています。昨日発表された新たな感染者は、大阪府で351人、京都府で過去2番目の84人、兵庫県で過去3番目の164人、奈良県で21人、滋賀県で8人、和歌山県で2人の合わせて630人でした。関西での新規感染者が600人を超えるのは、おとといに続いて2日連続です。感染者の累計は4万人を超えて4万575人となり、感染の拡大が続いています。さらに、昨日は大阪府で12人、兵庫県で3人の合わせて15人の死亡が確認されました。こうした中、京都府は新たに京都市内の酒類を提供する飲食店などに対し、今月21日から来月11日までの間、営業時間を午後9時までに短縮するよう要請することを決め、さらなる感染拡大を防ぐための取り組みを強化することにしています。刑事裁判で証拠となる供述調書などがデジタル化されておらず、被告側は紙の文面でしか開示されないことが弁護活動の妨げになっているとして、弁護士のグループが国に改善を求める要望書を提出することになりました。刑事裁判で被告側が証拠の開示を検察に求めても、供述調書などは紙ベースで作成され、デジタル化されていないため、紙のコピーでしか受け取れず、その費用も負担しなければならないのが現状です。これについて弁護士のグループが、紙の証拠が10万枚以上となる事件もあり、コピーを作る費用や手間が弁護活動の妨げになっているとして、国に改善を求める要望書を近く提出することになりました。グループの調査によりますと、アメリカや中国など海外では紙の証拠はデータ化され、記録媒体に入れて無償で被告側に開示されているということで、弁護書では日本でも同様の方法を導入すべきだと考えています。紙を写すということだけで、膨大な時間がかかる。依頼人はその多大な費用をかかる。受ける人の便宜をきちんと考えて、で検察官のその大した負担にならない、反対する人の理由が全くその不要になった。一方、法務省は今年度中に刑事手続きのデジタル化の検討を始めるため、情報収集や意見交換をしていると話しています。阪神・淡路大震災の後、これまで支援してきた被災者の体験談を集めた証言集を出版しました。証言集では、家族の死や災害による後遺症、復興住宅で起きた孤独死などをめぐる18世帯26人の証言が集められています。人間の復興というのはそんなに簡単なものではなくて、むしろその落ち込んでいくというか、大災害で人がどんどん後ろに直面していく。どういう生き残るか、これから災害に遭うかもしれないすべての人たちに共に考えてほしい。これはこの本の絵の僕の気持ちです。証言集は書店などで販売されるということです。続いてリポートです。今年各地のお寺や神社では新型コロナの影響で拝観を一時休止するという